どうも、こだまです。うなやまです。本日はですね、肩こりが治らない人がやっていないストレッチトップ5についてお話していきたいと思います。今回の動画に関しましては、肩こり、首こりに悩んでる、で、どこに行っても治らなかった、で、ストレッチとかいろいろやってみたけどすぐに繰り返す、こういった方が対象です。この動画を最後まで見ていただくことによって、肩こりの根本的な隠れた原因がわかります。さらに肩こりの根本的な解消方法が、理解していただけると思いますので、ぜひ最後まで見ていただければなと思います。それではやっていきたいと思います。はい、じゃあ、まずですね、肩こりってなぜ起こるのかっていうところなんですけど、普段の肩こりっていうのは何で起こるの？猫背。そうです、猫背になることによって首とか肩の筋肉の緊張が強くなって首こり、肩こりが起こるんですよね。はい、じゃあそれを猫背を治すために YouTube ではいろんな動画ありますよね。ね、じゃあ例えばこう胸を伸ばしたり、手を伸ばしたり、こう背中の部分を伸ばしたり、いろんな肩こりのストレッチがあると思うんですけども、それだけではダメなんです。はいはい、なぜかっていうと、実は下半身に肩こりの原因、隠れた原因があるんです。じゃあですね、ちょっと一回実験してみましょう。はい、まずは首こり、肩こりの状況を確認してみてください。はい、まず首を左右に倒したり、前後ろに倒したりしてみてください。これでご自身の肩こりの状態をまず確認ください。それで検査をします。まずは親指を使って内ももの筋肉を押します。はい、だいたいこの辺ぐらいです。足の付け根ぐらいで内側のところを押すと、なんかこうえぐられたような痛みがぐーっと、えぐられたような痛みが走ると思います。で、これをぐっと押さえた状態でもう一回首をこう左右に倒してみてください。そうすると、なんかどんな感じ？軽くなってる感じありますね。そうだよな、はい、押してる方の足と同じ方の首とか肩が軽くなるような感じが出ると思うんですね。はい、はい、で、これで言えることは何かって言ったら、下半身の筋肉が首こり、肩こりに影響してますよっていうことが言えますよね。はい、はい、じゃあさらにもう一個実験しましょう。はい、まずまた首を左右に倒してみてください。これ左右の動きが分かりやすいです。はい、はい、で、足を内股にしてぐーっと膝をつけて閉じてください。はい、はい、で、この状態でもう一回首を左右に倒してもらって、首肩こりの感じを比べてみてください。はい、なんか余計突っ張りません？そうですね、詰まってる感じありますね。あ、出るよね。はい、じゃあ逆に膝を開いてガバッと何股にしてあげてください。で、この状態で首をまた左右に、こうすると首肩の動きどうでしょうか？軽いですね。そう、軽くなるよね。はい、そう、つまり下半身が首とか肩こりに影響しているってことが分かってもらえます。はい、分かりましたよね。そう、ということは下半身もしっかりほぐしておかないと首こり、肩こりっていうのは根本的に解消されませんっていうことなんですよ。はい、ですので今回は、この首こり、肩こりの、隠れた根本原因である下半身のストレッチをお伝えしていきたいと思います。で、まずこのストレッチをする前に、上半身のストレッチですね、胸とか背中とか手のストレッチ、これをしっかりやっていただいた上で、さらにこの隠れた原因のストレッチをやることによって根本的に解消することができますので、ぜひまずはですね、こちらに載せてある動画を見ていただいて、そのストレッチをやっていただいてから今回の下半身ストレッチに臨んでいただければと思います。はい、それではやっていきましょう。Thank you.
は、上半身のストレッチだけでは足りないということでした、はい、で肩こり首こりの原因っていう隠れた原因は実は下半身にも存在します。ですので下半身もしっかりストレッチしてあげないと肩こり首こりっていうのは根本的に解消できません。だから下半身のストレッチも一緒にやっていただければなと思います。はい、はい、というところで今回はですね、肩こり首こりが、治らない人がやっていないストレッチトップ5についてお話しさせていただきました。今回の内容めちゃくちゃ面白かったと思いませんか？思います。そうですよね。ということは面白かったっていうことは何をすればいいんでしょうか？いいねとコメントとチャンネル登録ですね、はい、3つをやっていただくことですね。ぜひどうもよろしくお願いいたします。はい、というところで本日も動画をご覧いただき本当にありがとうございました。